寂しい。じゃあ今日は一人宴会を開催しようと思います。これはカルディで買ってきたウィルキンソンのジンジャーエール、1本78円だったんですけど、すごい生姜の辛さが効いてて美味しいです。おつまみはこれもカルディで買ってきたマーラーそら豆、辛そうなやつ、葉生姜っていうんですか、こういうやつ味噌につけて食べようと思います。であと人参とピーマンの、人参とピーマンをツナで炒めたやつと、適当に作ったエビチリです。いただきます。皆さんこの葉生姜食べたことあります？結構実家では夏によくこうやってお味噌つけて食べてたんですけど、一人暮らししてからあんま食べてないなと思って懐かしくて買ってきました。うん、美味しい。エビチリ、最初エビマヨを作ろうと思ってて、でエビの殻を剥いてたんですけど、冷蔵庫開けてみたらマヨネーズがなかったんですよ。なんで急遽ケチャップでエビチリ風にしました。で味付けはね、ケチャップとニンニクと、あとちょっと辛さが必要かなと思ってコチュジャンを入れてみたんですけど、うん、なんか意外と美味しくてびっくりしました。なんか前どこかの動画でお酒は飲まないんですかみたいな質問があったと思うんですけど、お酒ももちろん飲みます。ただ最近ここ1年ぐらいはあんまりお酒が飲みたいみたいな、自分から進んでお酒が飲みたいみたいに思うことがそんなになくって、どっちかといえばお酒よりも炭酸が飲みたいみたいな方が多いんですよね。で多分お酒に弱くなったのかな、か本当ビール、缶ビール 350ml 1杯とかでも程よく気持ちよくなんか眠くなるし、逆になんかあんまり飲みすぎてしまうと次の日にの目覚めがあんま良くなくって、だからあんまり最近は進んで飲まないようになりました。うん、あとね、飲み会が苦手なんですよね。そう、会社の飲み会とかすごい苦手で、なんかすごいちょっと嫌な言い方なんですけど、ね、本当にこう仲いい人たちの飲み会と会社の飲み会ってこう開催する意味が違って、仲いい人の場合は、まあ、なんだろうね、ご飯よりも長い時間を一緒にちょっと喋りたいから飲みに行こうかみたいな時が多い。でそれに対して会社の場合は業務時間中だと話せないざっくばらんな話をしようよっていう会が多いと思うんですけど、なんかすごいね、私がひねくれてるのかな。
業務時間中に話せる関係になろうよって思います。なんかわざわざ仕事の場で話せないだったら飲み会っていう別の場を設けるんじゃなくって職場で話せるようにみんなが動くべきなんじゃないかなって私は思ってしまうタイプです。すごい感じ悪いですね。単純にねあんまり大人数だとちょっと話すこと迷っちゃうなみたいなことももちろんあります。そっちが大半かな。なんですかね、あの大人数の変な緊張感っていうか、仲いい人4人ぐらいだったら楽しい時間で過ごせることが多いんですけど、テーブルが2つに分かれるような5人6人それ以上になると、まあ、そもそもテーブルごとに話が進むからそんな大人数で飲み会をやるっていう意味みたいなのがあんまり感じないなっていうのも思うし、隣の席が知り合いだからあっちは盛り上がってるのにこっちは全然盛り上がってないみたいなことを心配しちゃう自分もいて、まあ、小心者だけなんですけどね。だから結果としてそんなにこうその場を楽しめないことが多いです。しかも飲み会って高いじゃないですか。安くて3,000円、高くてもう5,000円とかそれ以上の時もあるのに、結局なんか何とも言えない感想で毎回終わってしまうから、だったらもうちょっと別のところに行けたなとか、そのお金で美味しいもの食べれたなとか考えちゃう自分がいます。なんか変な嘘ついて断ったりとかして予定はないのに予定がありますとか言って断ったりして、まあ、こういうこと言わない方がいいですね。もちろん最初からそんなこう人付き合い悪かったわけではなくて、なんでしょうね、社会人2年目ぐらいかな、2年目ぐらいにやっぱ付き合いで行く飲み会って別にそんなに良くないかもって思ったんですよね。まあ、全然ねそういう場をうまく使える人もいると思うんだけど、私の性格上それは得意ではなかった、っていうだけ。仕事だったら本当に仕事の上でちゃんとやってるとこを見て評価してほしいなって思うから、飲み会の場でこう上司にアピールしてこいとか言われてもってなっちゃってたんですよね。今日はブックオフに行ってきたんです。増田恵美さん、違う、増田リミさんっていう方が書いていらっしゃる47都道府県女一人で行ってみようっていう本です。増田ミリさんっていう方は初めて読むんですけど、こう本のこう題名とか見ていくと結構こう OL、 女性の OL の視点で物を書いてるものがいくつかあって、自分と似てるなと思ってちょっと読んでみようと思っています。確かにね、47都道府県私も全部行ったことないです。行ってみたいね。
今度行ってみようか。47都道府県いいですよね。でもう一冊があれです、西加奈子さんのおまじないっていう本を買ってきました。今日はちょっと今後この2冊を読みながらご飯を食べたいと思います。ではまた、さらばじゃ。